サーリーは、イラン北部の都市、マーツァンダラーン州の州都。サーリーの経済は、ケーキ、精米、ヨーグルト、乳飲料、缶詰肉、油料種子などの食料生産や、オレンジ、レモンなどの果物の輸出を基盤としている。サーリーの企業のうち、材木業、製紙業を営むサナイエクワブココス社とピシュレイネ、エレクトロニクス社は、西アシアにおいて有名である。 サーリーの不動産価格は地域によって幅が大きく大部分の人が家を所有可能だが地域の大部分が快適な気候のため極めて高価である。土地価格は1平米あたり220ドルから1万1000米ドルまで大きく幅がある。2005年から2006年にかけての気象情報の統計値は外してマーザンダラーン州の平均値に近い。日照時間は 比較的長く、春季の降雨量は多めであった。ミザ、ザマニ、ペイボンリ、サングなどの下町の地域の人口密度は、1平方キロメートルあたり2万人を超える。1950年以前、都市の人口は季節によって変動し、夏季よりも冬季の方が多かった。これは、統計情報に影響を及ぼすことであり、注意しなければならない。特に夏季に行われた調査は、 あまり正確ではない可能性がある。サーリーの人工水視聴者郊外にあるイマームザテーアッパスの墓。ありがとうございます。